今回の作戦目標は、クズノハ満月の存在の確認。発見した際には、協力関係を築くように働きかけてください。しかし、もし本当に満月がいたとしてだ、こんな場所にいるもんかね。地下鉄廃路線は悪魔の巣窟だぜ。俺らも注意して進まねえとな。そうだね。じゃ、行こうか。なら俺の質問に答えてくんねえか。極力手荒な真似すんなって言われてんだわ。おい、あいつファントムのサマナーじゃねえか。取り込み中みたいだけど、どうする？放っておけないでしょ。あのおじさんを助けるよ。話はそれから。だな。なんだてめえら。弱い者いじめは感心しないね。そんなに溜まってるなら、私たちが相手してあげる。カブラギさん、さすがしくじりました。カブラギ、おめえカブラギさん、見捨ててんじゃねえぞ。あの助かったよ。ありがとう。いえいえ、通りがかったのも何かの縁ってね。ねえ、あなたたちはどうしてあの男に絡まれてたの？先生の居場所を探ってたんだろうよ。満月はどこだってな。聞いたことのない名前だけどよ、多分最近この辺りについてる片腕のじいさんなんじゃないかとは思ってる。それはどうして？あの人は普通とは違うっていうか、風体からして訳ありっぽいからな。お尋ね者って言われても納得しちまう。最初の頃は厄介事を持ち込まねえか気をもんだものさ。けどこんな俺らにもよくしてくれるんだ。変なのに絡まれたら追っ払ってくれたり、医者なのか知らねえが病人が出たら面倒を見てくれたりしてよ。そっか、いい人なんだな。ああ、ここら辺の連中はあのじいさんのこと先生って呼んでるんだぜ。今じゃちょっとした恩人だ。変な連中に居場所を聞かれたって愛されて教えてやるわけにはいかねえ。だけど島さんもよっちゃんもあいつらに。お前のお友達、随分と仕事熱心みたいだな。さっきのサマナーの話だと、この辺りを嗅ぎ回ってる連中を率いてるのはカブラギに間違いなさそうだけど。ああ、先を越されないうちに急いで満月を見つけよう。どうした？大丈夫か？ああ、なんとか。傷はそこまで深くない。何があったの？最近この辺りをうろうろしてる奴らに襲われたんだ。あいつらが俺らの仲間をボコボコにしやがって。くそ、
俺や他の連中を逃がすために今先生があいつらを引きつけてくれてるんだ。力になりたかったけど何もできなかった。カブラギ。アロー、きっと私たちはカブラギとも戦うことになる。そうだな。辛くても戦ってもらうよ。もし彼が私たちの前に立ちはだかるのなら、彼があなたの大切な親友だということは分かってる。だけどあなたの干渉と世界の行く末、天秤にかけることなんてできない。そんな言い方しなくてもいいんだ。フィグ、リンゴが言っていることが正しい。俺は戦う覚悟はできてる。もし今度も逃げ出してしまったら、俺はカブラギも俺自身も否定することになってしまう。それじゃあ何のためにあんたの手を取ったのかわからない。安心したよ、アロー。アローを突き動かすもの、それはヤタガラスとしての使命感、それとも親友を止めたいという正義感からでしょうか。どうだろうね。どちらも正解のように思えるし、どちらも的外れな気もするよ。難しいですね。そうだね。私たちも行こう、フィグ。おい、あれファントムソサエティのサマナーだよな。どうやらすでに死んでいるみたいね。やったのは満月かしら。カブラギ。お前たちかい、仲間をやってくれたのは。すまない、リーダーの俺が不甲斐ないばっかりに。敵は撃つからな。いや、しばらくぶり。ああ、ようやく会えたな。その目、ちょっとはマシになったかよ。一回死んで目が覚めたよ。ようやくわかったか。でかくなってもお前は相変わらずとろいんだよ。ごめん。めでたく仲直りってことでビールで乾杯といきたいところだが、そうもいかないよな。談笑中のところ悪いんだけどさ。うん、なんだいお姉さん。どうしてヘラヘラ笑ってるの？アローは親友なんでしょ。これから殺し合うかもしれないのに。これでもいっぱいいっぱいなんだけどな。仲間をやられて、未だ満月の居場所も見つけられてない。絶体絶命の大ピンチってやつだ。死んだと思ったダチはそこでのんきに突っ立ってるしな。でも笑わずにはいられないさ。そいつと仲直りできたんだからな。だったらこんな無駄な戦いをやめて。無理だな。俺にはそいつと決着をつけなくちゃいけない理由がある。それは分かってる。無駄な戦いって言ったらその通りなんだろう、お姉さん。満月の所在なんて二の次だなんて言ったら怒られるかもしれないけどさ、これは俺の信念の問題なんだ。信念？俺はファントムソサエティの正しさを信じている。ファントムが作る世界こそがガキの頃から夢見た世界だと思っている。
たとえその道半ばで罪なきホームレスを殺すことになろうともな。辛くないかと問われたら辛いさ。誰だって無力な人間をなぶり殺しになんてしたくない。さっきまで生きてた仲間の死体なんて拝みたくないし、再会した親友と殺し合いなんてしたくない。そうだろ。でも目的がでかいほど払わなきゃいけない代償もでかい。選べる手段も少なくなってくる。とっくの昔に決めたことだし、覚悟はある。たとえそれが誰かにとっての悪になることであっても。でもそれってよ。なあ、人はそれを洗脳と呼ぶかもしれない。俺のことをファントムの狂信者だと思うかもしれない。だけど何かを信じ込むっていうのは生きていくために必要なことだ。その果てに作られた価値観、信念と言ってもいい。そのズレは言葉ですり合わせることなんてできやしない。同感だわ。今度みたいに人間の血が流れている場合は特にね。だから俺たちはもう戦うしかない。自分の道の正しさを証明するために。そうだろう。ああ、戦うことから逃げたら俺たちはこれまで歩んできた道を、過去を否定することになってしまう。それは死ぬよりも辛いことだ。ほんと頑固、非合理的、こじらせすぎ、めんどくさい、バカみたい。だってよ、あなたもだよ。でもさ、お姉さん、こいつほどじゃないだろ、俺は。どっちもどっち。違いないな。そろそろ始めるか。いや、終わらせるのか。どっちでもいいよ。決着をつけよう。負けた方が今日のビールおごりだからな。なら負けられないな。一番だ。頼む、お前たち。俺をあいつに勝たせてくれ。まだだ、まだだ。もう終わりだよ。強かった。ちゃんと頑張ってんだ。あ、だけどまだ足りない。全てを叶えるためにはこれぽっちじゃ全然。皮肉だな。俺とお前同じ思いを抱いていたはずなのに、こっちとあっちで別れたせいでこんなことになっちまった。でもきっと目指す世界は一緒だろう。
一緒だ。当たり前だろ。なら、いい。俺は、納得して死ぬ。ビール、悪い。おごるな。ちょっとだけな。うん。アロ。ごめん、時間を取らせた。俺はもう大丈夫だ。行こう。クズの葉満月を探さなきゃ。ここがフィグの絞り込んでくれた満月の隠れ家か。もぬけの殻みてえだな。私たちがカブラギとやり合っている間に姿をくらましたのかしらね。それにしてもまるで研究所みたいな隠れ家だな。悪魔や歴史に関するかなり専門的な資料ばかりだ。おい、見てみろよ、これ。何か見つかりましたか、サイゾ。はあ、地図の上に大量のアローの写真、どういうこと？あ、いや、わからない。こっちの方が聞きたいくらいだ。この写真が貼ってある場所に心当たりは？そう言われてみると、どの場所も一度は行ったことがあるな。でもちょっと待ってくれ。まるでそれじゃ俺がずっと満月に追われてたみたいじゃないか。これを見る限りではそう思えるけど。ここにいたのはアローのストーカーだったってことか。意味がわからない。でも理由はちゃんとあるよね。満月がアローをトレースする理由。はい、満月は自身もコベナントを持つコベナントの研究家です。そしてアローはそのコベナントを探ってファントムソサイティに潜入していました。面識はないとはいえ、ヤタガラス側の満月が同じ陣営に属するアローを追跡していても不思議はありません。ただここまでアロー個人に絞ってるってことは、それ以上の何か執着に近いものがありそうだよね。ひとまず何か手がかりになりそうなものを探しましょうか。満月がここで研究をしていたとしたら、資料以外にもその痕跡は必ず残っているはずです。ねえ、これ何かしら。手書きで書かれたものみたいだけど。日記？ん？でもこれなんか書き方に癖がある。フィグ、ちょっと見てくれる？使用されている単語に一定の偏りが見られます。おそらくは暗号でしょう。フランマに助力を仰げば力技で解読できないこともなさそうですが。俺にも見せてくれ。これ多分ヤタガラスの符帳が使われているな。俺には無理だが、読める人に心当たりがある。協力してもらえそう？ああ、こっちの素性もすべて話してよければ。その人はヤタガラスの人間だ。どう思う、フィグ？状況が状況です。ヤタガラスに協力を仰ぐのもやむなしでしょう。私はあなたの決定に従う。消極的にね。なら決まりだね。でも今日のところは一旦撤収しようか。いろいろあったしね。みんな疲れてるでしょ。賛成。一服しようぜ。ひとまずは皆さんお疲れ様でした。
クズノハ満月本人とは会いませんでしたが、意義のある探索だったと思います。アローの写真が大量に貼られてるのを見たときはちょっと引いちまったけどな。とりあえず食事にしようよ。みんなろくに食べてなかったでしょ。私たちの方で用意をしましたので、どうぞ。すげえな、相撲部屋かよ。いや、腹ペコだったしいいんだけどよ。何人前あるのかしらこれ。たくさんピザが並んでるとなんだかワクワクしてこない？一応おもてなしをするのですから、テーブルが寂しいのも良くないかと思いまして。私、脂っこいの苦手なのよね。文句言わないの、大人なんだから。はいはい、みんな席について、始めるよ。あれ、アローはどこかに行っているのでしょうか。私探してくる。別によくねえか、小学生の給食じゃないんだからさ。いろいろあんだろうよ、あいつもさ。探してくる。これはチームを束ねるリーダーとしての誇見に関わる問題だから。あなたがリーダーだったの？ま、私じゃなければ誰でもいいけど。ピザちゃんと残しておいてね。はあ、気をつけてね、リンゴ。やあ、アロー君、いらっしゃい。どうもマスター、2本ちょうだい。カブラギ君は今日は一緒じゃないのかい？ああ、まあ。ごゆっくり。勝負は俺の勝ちだったけど、今日はいい。奢らせてくれ。え、本当に？飲んでいいのこれ？え、ちょ、ありがとう。それじゃ遠慮なく。どうしたの？え？あ、いや、なんでもない。アロー？ありがとな、リンゴ。どうしてあなたがお礼を言うの？急に吹き出したりしてさ。あんたのおかげで安い自己憐憫に浸らずに済んだ。そ、ならよかった。マスター、ごちそうさま。感情を置いとくね。ちょっと待ってよ、私アローのこと迎えに来たんだってば。置いてくな。さてと、ちょっと現状を整理しておこうか。お願いします、リンゴ。私たちは最後のコベナント所持者クズノハ満月の存在を確認するため中央地区放棄路線に向かった。だけどそこに満月の姿はなく、代わりに隠し撮りしたアローの写真とこの日記を見つけた。アロー、あの写真について心当たりないんだよな。ああ、私たちに残された満月の手がかりはこの日記のみだけど、この日記はヤタガラスの不調で書かれているため読むことはできないと来た。アロー、日記を解読できる人に心当たりがあるとのことでしたが。もう連絡はしてある。相手は、まあ
俺の兄貴みたいな人だ。幼馴染ってやつ？先生みたいな感じだよ。今はコマドリっていう児童養護施設で本当に先生をやってる。今は？少し前まではヤタガラスのエージェントだった。引退したんだ。そんな人で大丈夫？ああ、ヤタガラスでも一目置かれるすごい人だったんだぞ。元エージェント、現児童養護施設の先生。どんな人かちょっと気になるね。迷惑をかけてはダメですよ、リンゴ。菓子折りでも持ってけば大丈夫でしょう。用意よろしく、フィグ。まったく仕方ありませんね。ありがとう。それじゃあ今から向かって、大丈夫なのかな？いつでもどうぞってさ。